사기. 続きますのは和歌山県田辺市による平安正絵巻行列がやってまいりました。平成26年5月3日、友好都市の提携をした田辺市。和歌山県中部に広がる豊かな自然と奥深い歴史を感じさせる世界遺産熊野古道を有する面積およそ1000平方キロメートルにわたる広大な田辺市は、朽ち熊野と呼ばれ、古来より癒し、蘇り、救いを求め、日本各地から老若男女が巡礼に訪れた聖地への入り口でした。今回、田辺市の職員が当時の衣装を身にまとっての参加です。